祖父母の暮らす村が実在しないんだが、よくある村系の話です。少し前に数年ぶりに祖父母が暮らす村へ行こうと思ったが、記憶している道通り行っても全くつかなかった。不思議なこともあるんだなって思って、2ちゃんで有名になってた数々の村の話を見たことがあったから書き込んでみた。特定防止のためいろいろ伏せる。祖父祖母の村はかなり山奥にあって、市街地からかなり車を走らせないといけないところだった。小学校の頃まではしょっちゅう親の運転で行っていたが、中学に上がる頃には部活部活で全く行かなくなった。だから祖父母が俺ん家まで来てた。村までの道は獣道ってほどではないけど、かなり細く木が両側生い茂っている道をずっと進まないといけない感じで、離郷もギリギリ。村はお年寄りばかりで軽トラがすごい多かった。民家はザ・昭和って感じ。一軒家張りにでかい倉庫、納屋がどの家にもあって、お店は小さい商店が一軒と、パッと見普通の家にしか見えない郵便局、かっこ郵便係のおばあちゃんの家が一軒のみ。昼間はその商店でばあたちがたむろってずっとお話ししてた。その村に連れて行かれても、やることといえばテレビをぼーっと見るか、外に探検に行くことくらい。よく弟とばあちゃんからもらったお菓子や食卓に並んだ唐揚げとかおにぎりとかを袋に入れて、水筒を持って山や森の中に突撃していった。周りのお年寄りも、あら、また来てたんだね。かっこ、本当は方言バリバリだが、特定防止のため変換。で、声かけてくれて、飴とかたくさんもらってた。山をくり抜いて村を作りました、みたいなところだから、道路を少し外れると、すぐ森や山。水筒がなくなれば、湧き水を汲んで補給したり、食べ物が尽きたから、木いちごを取ったりなんかしてた。何もない村だが、都会よりそんな田舎が兄弟共に大好きで、村に行くよと言われればワクワクしてた。村には学校がない。子供がいないかと言われればごくわずかにいた。覚えてるのは当時中学生くらいの男二人、自分と同い年くらいの女一人。俺と弟はその女の子と遊んでた。小学校低学年くらいの時だったか、村の道路を親と散歩していた時に、前からその女の子と母親が歩いてきて、お互い挨拶したのが始まりだった。俺も向こうもシャイだったため、よく猫が睨み合ってるみたいな感じで、何も言わず、お互いただじっと見てるだけだった。でもそれから村へ何回か行って、時々その子と母親が会って挨拶しているうちに、ほら、遊んでおいでと親から背中を押されたのがきっかけで遊ぶようになった。俺と弟が村に来て祖父母の家で飯食ったら、準備してその子の家に迎えに行くのが定番になっていた。当然村の子のため穴場スポットをたくさん知っていて、その子の案内で崖の上の絶景ポイントや森の中の綺麗な水場、雨の日はカッパを着て草船作って上流から下流までスムーズに流せるポイントに行ったりなんかしていた。向こうは〇〇ちゃんと俺のことを呼んでいたが、今ふと思うと俺はその子の名前を知らなかった。俺の親や祖父母はその女の子の話をするとき、〇〇ちゃんって名前を言っていたが、その名前を今思い出すことはできない。以降その子を A と呼びます。そんな A と村に行くたびに遊んでを繰り返して、だいぶお互い心を許せる仲になったある日、秘密の場所があるんだけど行きたい？と A から言われました。村っていうのはその土地その村の独特な風習や言われがあるところが多く、特にこんな外界から離れた村となると、それがより色濃くなると思う。 A は大人たちからは絶対あそこだけは近づくなとずっと念を押されていた場所があるらしく、
でも大人たちに黙って一人でごくたまに訪れたりしていたとある場所があるという。何でもそこには神様が祀られているのだが、その神様は良い神様ではなくて、とても悪い神様で、村の人たちに悪さをしないようにそこに閉じ込めているとのこと。はっきりと覚えていないが、しめ縄と社氏がお墓の石4つに結ばれてて、四角形に囲う形になっているその中心に、ゴツゴツした私くらいの高さの石があるんだよ、みたいなことを A が言ってたと思う。俺は知らない言葉や下手くそな A の説明のせいで全く想像がつかなかったが、子供だったため A が言うんならきっと楽しいところなんだなと楽観的に考えていた。その日は祖父母の家に一泊の予定だったが、イノシシや野犬が出るため夜出歩くのは禁止されていたので、これからすぐ行こうということになって、準備のため一度解散した。昼飯を食べてから集合だったから、おそらく13時か14時そこそこだったかな。 A の家に迎えに行った。弟は宿題をしてないってことで親から行くなと言われギャン泣きしてた。俺一人で A の家に行くと、 A 母が、あ、まるまるちゃん、あの子部屋にいるからよかったら呼びに行って、と言った。 A の部屋は2階のため、2階へ上がり、 A の部屋っぽい花の飾り物がテープで留められた扉があったため、そこで A に、来たぞみたいに声をかけようとした。しかし呼ぼうとした時、中から、うん、うん、そう、そうだね、それは、みたいな対話調の A の声が聞こえてきた。俺は、別の友達が来てるのか？でも A 以外の子見たことも話を聞いたこともないけどな、って思いつつ、固まっていたら部屋の扉が開いた。うわ、なんでいるの？ A も俺もびっくりして、二人ともそれぞれ後ろに倒れ尻餅をついた。まだまだガキで性についての関心がない俺だったが、今でも鮮明に覚えている。 A のパンツを。 A はなぜか T シャツに、下はパンイチの格好だった。 A はそれに気づくと、断末魔のようなギャーみたいな声を上げた。それを聞きつけてやってきた A 母はその状況を見て、どうしたの、あら、おほほほほと高笑いをして足早に1階へ戻っていった。A は恥ずかしいのか怒っているのか、しばらくむすっとした顔で準備を始め、いよいよ出発となった。余談だが、俺は汗汗と急いでズボンを履こうともがいている A の尻をじーっと顔見していた。普通部屋の外とか1階で待つもんだろう、俺を。 A の案内で田舎道を歩いている中、 A、 見たよね、と A が重い口調で話し出した。俺はてっきりパンツのことかと思って首を横にブンブン振ったら、どうやら A が何かと話している姿を見たかどうかのことみたいで、改めて A から、聞いてたよね、話してるところ、と聞かれたので、よくは聞き取れなかった、誰と話してたの、と俺は聞いた。ラッキーパンツの際に A の部屋には A 以外は誰もいなかったし、まさかお化け、とちょっと俺は怖かった。実は今から行く秘密のところに内緒で行っているうちに、神様が話しかけてくるようになったの。でも姿は見えなくて、お母さんやお父さんの前で話をしてたら不気味がられるだろうし、いろいろ説明や言い訳してたら、行ってはいけない場所に行ってたってことがバレて怒られると思って、だから話すときは部屋であんな感じで一人になって話してるの、と。他、俺が聞いた詳細は、その神様は一人になったときに突然話しかけてくる神出鬼没。声は男の声と女の声が混ざった、二人が同時にタイミングを合わせて話してるかのような声。だから性別はわからない。話す内容は、今日はどんなことして過ごすの？みたいな世間話。俺が村に遊びに来てる時には、その神様が、
あの男の子が今日来てるよって教えてくれるらしい。神様がある日、あの男の子、かっこ俺も連れてきたらいいと言ったから、A は俺をその行ってはいけないところに誘った。神様と話ができるようになったのは、その場所に何回か行ってから、ある日突然、他にもまだ何か言ってたけど、さすがにもう今は全部は覚えてない。子供の俺は、それ完全に幽霊じゃん。昼で明るいけど、なんか行きたくないなって思ってたが、A にビビリと言われたくないし、そもそも女の A が一人で行けるくらいだから、きっと大丈夫と言い聞かせた。しばらく A の案内で、比較的整備されたコンクリ道路のど真ん中を歩いていると、急に A が立ち止まり、ここから入っていくよ、と、ほんの少しだけ人がギリギリ通れるような、草がアーチ状になっている脇道とも言えない脇道を指さしました。昼までその日は晴天にもかかわらず、そのアーチの奥はかなり暗い。こんなコンクリ道路がそばにあるようなとこなのに、なんでここまで一気に暗くなるんだと思えるほどで、また自分の背丈ほどある草むらに足を踏み入れないといけないため、暗い、蛇出そうのダブルコンボでだいぶためらった。しかし A はほら行くよとずんずん進んでいく。そんな A の背中を見ながら、しがみつく勢いで必死についていった。途中獣の声やシャツに張り付く虫などいろいろあったが、この村ほどではないが、俺の家も結構な田舎のため、そこは気にせずに進んだ。しかしやはり暗い。玉の木漏れ日が差すおかげで全く見えないというわけではないが、はっきりと覚えている。俺は A に、まるで自然の天然洞窟だねって言って A から、は？って言われて悲しかったの。もう1時間以上歩いたか、時計を持っていなかったので時間はわからない。 A 曰く、もう少しかかると。自分たちの遥か上空を覆っていた木が少し開け、そこからお天道様が拝める明るいポイントで一時休憩となった。ポイントといっても周りは草と木のみで、ただそこにだけ日光が注いでいる。俺は A に、よくこんな道一人で歩いて神様のとこ行ってるね、と言うと A は、いや、いつもは別のちゃんとした道があるルートで行ってるよ。でも今日は〇〇ちゃんもいるし、探検みたいで楽しいかなと思ってこっちから行こうと思った。俺はしばらく A を叩きたくて仕方なかった。にしてもこの獣道をなぜ知ってるのかと聞くと、帰り道に横道に試しに入り込んだら迷子になって泣いてた。でもその時神様が道案内してくれて、言う通り歩き続けたらあのコンクリの道に出られた。だから A はこんな獣道でもわかるのだと自信ありげに話した。そういった雑談を、持ってきていたおにぎりを食べつつ話して、しばらく経ってから俺らはまた歩き始めた。今思うと、そこでやっぱり帰ろうって言って帰っておけばよかった。再び歩き始めて1時間弱くらい経っただろうか。さすがに疲労困憊で汗で張り付くシャツも気持ちが悪く、少々ぐずっていた俺だったが、次第に前方に何か開けた場所が見えてくる。着いたよ。そこは A の言う通り、墓石のようなもの4つに何か変な形をした紙が、ところどころ下がっている締め縄がくくられ、四角形を形成してて、その中、中央付近にゴツゴツした石が祀られているようなところだった。わかりにくくて申し訳ない。例えると魔法陣があって、中心に賢者の石的なものがあるみたいな感じ。 A は立ち止まり、不思議な感じがするでしょと言う。 A は神秘的なもんと捉えているのだろう。しかし俺には不気味で仕方がなかった。大人たちが行ってはいけないというのもなんとなく理解できる。真夏の蒸し暑い日なのに、一気に体が冷えて、気づけば汗でびっしょりだったシャツも乾いている。
俺はとにかく帰りたかった。 A に対しても、ここに来てでもやることないよと言った。 A は一点を見つめて一言も話さず棒立ちしていた。俺はふざけてんのかなと思いつつ、中央の石を囲いの外側からよく見てみた。そこには何かが書かれていた。下は書かれていた文字、もしかすると良くない影響があるかもしれません。自己責任でお願いします。丸、オン、丸、丸、ふ、丸、とく。俺はなんか漢字が書いてあるけど読めないなぁと思っていた。その時、急に全身を冷たい風が包み、ゾクゾクっとなった。周りの木々が風でざわざわ音を立てて揺らぎ、より一層不穏な空気になる。ここで恐怖メーターがマックスになった俺は、棒立ちする A を引っ張ってこの場から立ち去ろうと思い、動こうとするが、なぜか体が動かない。泣きたいくらい怖いのに、泣くこともできない。パニックになる俺と棒立ちする A。必死にどうすればいいかを考えた。その時、背後から誰かが近づいてくる気配がした。でも、後ろを向けない。その何かが、すぐ俺の後ろまで来た。横目で見ると、その何かの髪のようなものがなびいているのが視界に入る。そして、俺の耳元ではっきりと何かは言った。ヨロだね。その瞬間、声が聞こえた方と逆の茂みから、何してんだーとおじさんの声。その声を聞いた途端、体がふっと軽くなり、同時に涙が溢れてきた。A は我に返ったのか、突然のおじさんの登場に、え?と驚いた様子。おじさんはとにかくすぐここから離れるぞと、俺と A を半ば無理やり引きずるような形で誘導した。俺と A を引っ張り、汗だくになりながら必死に走り続けるおじさん。そのおじさんの顔はすごい形相で、俺らは一言も話すことができなかった。やがてある程度舗装された道に出て、乗れとおじさんに軽トラの荷台に乗せられた俺と A。 軽トラはすごいスピードで走り出す。 A はどこか浮かない顔して静かに座っている。俺はきっと親に怒られるんだろうなと考えつつ、あの読んだねという声が耳に張り付いていて、とても気持ち悪かった。やがて俺らを乗せた軽トラは村唯一の商店に着く。おじさんは俺らに、あのたまに見かける細長い缶のどこメーカーかわからないサイダーを買ってくれた。そして三人で商店の横にある物干し竿プラスすだれが屋根になっていて、ベンチが置かれている普段のおばあさんたちのたまり場で腰掛ける。おじさん、なんか見たか聞いたか。俺も A も何も言わず、あそこは行ったらいけないところってのは知ってたよな。その言葉を聞いて A は泣き出した。おじさんは深いため息をついた後に、お父さんお母さんたちを呼んでじいさんに話しに行こう、そう言った。それからおじさんに言われるがまま A の家に行き、おじさんから事情を説明。親父さんもちょうど仕事から帰宅していて、二人とも顔が青ざめていた。次に俺の祖父母の家へ。同じようにおじさんから事情を聞かされた祖父母は今にも泣きそうな顔。両親は、こいつやってくれたな、みたいな顔。ちなみにここは母方の祖父母の村なので、俺の母は青ざめていたが、父は、おいおい、お前何やらかしたんだよ、みたいなちょっと軽い感じだった。そりゃそうだ。親父は村のこと何にも知らないからな。そして二家族はおじさんが言っていたじいさんのとこ、つまり村長の家へ行くことになった。車内では涼しい顔をして運転する父、黙り込んでいる母、〇〇ちゃん大丈夫だからねと
必死に俺に声をかける祖父と祖母。どうなるんだろう。まだ小学生だった俺には到底その先のことは想像はできなかった。やがて二家族は村長の家に着く。昔ながらだが至って普通の古民家。村長と村長の奥さんは笑顔でよく来てくれたねと出迎えてくれた。いろりを囲んでみんな座り、葬式のような静けさが部屋を包む。村長の奥さんは、はい、今日も暑かったねと大人には麦茶、子供の俺と A にはシソと何かが混ぜられたジュースが渡された。とてもまずかった。俺は一口飲んですぐグラスを床に置いた。静まり返る中、村長が口を開く。なら A ちゃん、今日あったことを話してくれるかな。笑顔で A に言う。 A は下を向いたままぽつりぽつりと正直に話し始める。村長はうんうんとうなずきながら話を聞き、 A 家族は上の空。 A は今日あったことや日頃一人でもあの場所に行ってたこと、神様と普段お話をしていることをゆっくりと話した。 A が話し終えて、次は俺の番。俺も今日あった出来事を A が話しそびれた部分だけ話し、あの耳元で聞こえた声のことも話した。声について話した時に村長の表情が一瞬真顔になったのが怖かった。俺らが話し終えると村長は、怖かったね、ありがとう話してくれてと優しく言葉をかける。そして、では詳しく説明しましょうと。村長の奥さんは、俺と A の子供は席を外した方がと村長に言っていたが、もう関わってしまったんだからこの子らもちゃんと聞く必要があると小声で話していた。村長はゆっくりと話し始めた。この村は昔から作物と家畜で生計を立てていた。年に一度豊作を願って収穫された作物を捧げていた。しかしある年から不作が続いた。村では会議がなされ、捧げ物に家畜を追加するようになった。それでも改善せず、次はとうとう村人から生贄を出し捧げ物とし始めた。そのための祭壇まで作ってしまった。それからは不作も改善され、村に徐々に活気が戻ってきた。とある年、例年通りに生贄を捧げる日、生贄となる村人一人で森の中の祭壇へ進む。祭壇が見えてきたが、何かがいる。そこには地面につくほど長い髪で、耳まで伸びる口で、生贄の村人と共に捧げられるために準備されていた家畜を檻を破壊して生きたまま貪り食う不気味な女がいた。女は村人に気づくと、今年はお前かと不気味に笑い近づいてきた。村人は禁忌であると分かってはいたものの、恐怖のあまりその場から必死に逃げ村へと戻る。当然村中から非難を浴びるが、生贄となる予定だった村人は必死に、あれは絶対神などではないと訴える。それを聞いていた村長は、確かにこれまで祭壇には生贄となる村人一人で行っていたので、誰も神を見ることはできない。一度生贄になれば村へ戻ることは禁忌としていたが、第三者が祭壇へ赴くことは禁忌とはしていない。もっともその第三者自身が生贄として捧げ物になるかもしれないが、確かめる必要はあると。大勢の村人からは、そんなことをすればもっと村に災いが起きかねると反対されたが、村長は最終的に祭壇に行くことを決意し、村の男たちを引き連れて森の中へ入っていく。村長たちが目にしたものは、すべての捧げ物を食らい尽くした不気味な女の姿。
その風貌ゆえすぐに神とはほど遠い存在と理解し、結局村の男たちに女は殺される。女の亡骸はその祭壇の下へ埋め、亡霊となって姿を現さないよう厳重に封印したとのこと。あの中央の石碑は祭壇の一部であり、書かれている文字はこの地で最も忌み嫌われる者が二度と姿を現さないようにという意味。そこに何かしらで関わってしまった俺くんと A がそいつの封印を半ば解いてしまった。こう語った。しかし疑問に思った。言ったは言ったが別に何もしてないぞ、と。なので俺は村長に、僕も A も何もしてません、と。すると村長は、そういった汚れを払う方法は一つ。人々から忘れ去られること。関わってしまうこと自体がいけないんだよ。あの縄の中に入ったか、石の文字を読んだか。俺も A も入ってはいないと答え、ただ俺は読もうとしたけど難しくて読めなかったと言った。それだよ。たとえ声に出さなくても、その文字を読もうとするのは、そこに眠っているものに自然に関心を向けてしまっているということになる。だからあそこには行くことすらダメなんだ。大人たちはみんな行くなって言うんだ、と。つまり何度もあの場所に通った A、 訪れて眠っているものが記された石の文字を読もうと注目した俺に奴が寄ってきた。これまで関心を向けられず孤立した状態で人々から忘れられようとしているところに水を差してしまったということ。話はややこしいが、大変なことをしてしまったんだと感じた。それからは今後俺と A はどうするかという話になったが、村長は、払う方法は忘れること。もう金輪際、あそこへは近づいてはいけない。奴の声が聞こえても耳を貸さず、無視をしなさい。大丈夫、と優しく俺らに話した。そうして解散となり、俺は疲れ果てていたため、祖父母の家に帰ってすぐ寝た。朝になり目が覚めた。昨日のことは夢だったんじゃないかと思えた。それも当然、本当にたたりだの怨霊だの、そんなのが現実にあるなんて受け入れがたい。でも身をもって体験してしまった。今日の夕方に帰るが、とても A と会う気にはなれない。弟は宿題を終えて遊びに誘ってくるが気分が乗らない。俺は家の前で一人、セミの死骸をせっせと運ぶアリの行列を無心で乱して時間を潰した。結局自宅に帰る時間になったが A とは会わず、それから連休やお盆、正月など村へ行く機会はたくさんあったが、家族で俺一人行くことはなかった。中学へ上がり、高校へ上がり、もう何年前になるんだろうと思いつつ、日々部活に明け暮れていた。それでも村のこと、あの日のことは忘れはしない。正月になって短いが、部活も正月休みになった。友達と神社にでも行くかな。神社くらいしか行くとこないしな、このクソ田舎、と考えてたら親が、じいちゃんばあちゃんのところに行くぞ、と声をかけられた。久々のお誘い。どうせ行かないだろう、部活だろうとしばらく声もかからなかったが、突然親は言ってきた。たまには元気してるって、じいちゃんばあちゃんに顔見せなさい。なんか説教食らってる気がして、ちょっと腹が立ったが、今はもうあの出来事に対する恐怖心もなくなっており、言ってもいいかな、と思えた。わかった。久しぶりに親の運転する車で向かうこととなる。車内では爆睡しており、気づいたら到着してた。俺ちゃん、大きくなったね。祖父母が歓迎してくれる。何年ぶりだろう。
ちゃんとこうやって会うの。そう思いつつ家の中へ。こたつに入り、いろいろと世間話。誰もあの一件については話さない。ああ、話しちゃいけないのか。忘れないといけないのか。そう一人で考えていた。そんな俺に祖母が、ああ、俺ちゃん、A ちゃんも帰ってきてるってよ、と言う。A ちゃんって誰だ?と思ったが、すぐに思い出した。なんせ最初から名前を覚えていなかったから、一瞬わからなかった。しかし、思春期真っ盛りの俺。へえ、そうなんだ。親は、またこの子は、みたいな感じで、久しぶりに会ってきたら、小学5年生以来でしょ?と。寒いからいい、とクールに決める思春期の俺を、強引に家から追い出す親。時間潰すにも相変わらず何もない村なわけで、こっぱずかしいが A に会いに A の自宅へ向かう。A の家に到着。ごめんくださいと言うと中から、はーいと返事。我ながらとても緊張していた。このままやっぱ帰ろうかなと思った。扉が開くと A 母。だいぶ老けたなーって失礼ながら思った。あら、もしかして俺ちゃん?久しぶり。上がって上がって。と、勢いのまま、いきなりリビングに通される。いや、ちょっとご挨拶に来ただけで。という俺の言葉は無視。リビングの方へ A 母から突き飛ばされ、ダイナミック入室。思いっきり地面へ転がってしまった。顔を上げると A 父と、綺麗な子。A だった。A 父。おお、久しぶりだな。元気にしてたか?ちなみに A 父と俺はそこまで関わったことはありません。だいぶ酒飲んでたらしく、テンションがすごい A 父は俺の肩をがっちり掴んで離さない。ああ、イケメンになったな。あんな男か女かわからない見た目だったやつが。とてもうざがらみしてくる。そんな光景を A は何も言わず見ている。A 母から父は叩かれ、俺解放。どうぞ、俺ちゃん、とこたつに誘導される。A 父から酒を注がれたが、いや、俺未成年ですよ、と断ると。ああ、そっか、お前 A と同級生だったもんな、と。え、知らなかった。そこで知る新たな事実。それからはごちそうを食べながらなんだかんだ話をした。A は無言だった。結構時間が経った頃に A 母が、二人で久しぶりに外に出てきたら、といらぬ気を使い始める。いや、風邪ひくとあれですし、と断るが、強引に二人ともつまみ出される。なんで田舎の人間っておせっかいで強引なところがあるんだろう。俺も十分田舎者だけど、そう思いつつ、なんか話さないとと思い、A に久しぶりだねと声をかけると、うんと一言。とりあえず A 母の言う通り、二人で散歩へ行く。しかしずっと無言。とても気まずい。久しぶりに会うってのと、あの事件以来ってことで、何を話していいかわからない。その状況がすごく苦痛で、なんとか別のことを考えて気を紛らわそうと思ったら、A が小さい声で。来るの、分かってたよ。A の言葉に思わず固まってしまった。まさか、まだ聞こえてるの?それに対し、A は、うん、とうなずく。何でも、以前ほどではないが、まだ続いており、あの事件以来、話しかけられても無視し続けていたらしい。でも、俺のことが話の内容の時は思わず返事をしそうになってしまうと。あの男の子はもう来ないのかな?ふふふふ、とか言われていたらしい。そして今日になってそいつがいきなり、今日来るよ、とか言い出したので、意地でも返事をさせようとハッタリを言ってるんだと思っていたら、本当に来たから驚いたらしい。俺は、そうなんだ。それしか言えなかった。
そしてまた無言の時間が続き、ただただ二人並んで歩く田舎道。そうだ、村長さんに会いに行こう。そう思った俺は A に、村長さんに顔見せたいから今から行かない？と切り出す。 A は即答せず少し間を置いて、そうだね、喜ぶと思う、と言った。よし、行こうか。雪が降り積もる一面真っ白な景色を見ながら、白い息を吐きつつ、二人で村長の家へ歩いていく。村長の家に到着。あまりの寒さに手足の感覚がない。ごめんください。出てきたのは村長の奥さん。あら、A ちゃんとどちら様でしょうか。俺のことがわからないのか忘れたのか。ご無沙汰してます。お礼です。久しぶりに村まで来ましたのでご挨拶を。奥さんは目を丸くして少々固まった後、あら、まあまあ立派になって、寒かったでしょ、どうぞ上がって。村長の家はあれからあまり変わってはいなかった。強いて言えば、玄関入って目の前の廊下にでっかい高そうなマッサージチェアが置いてあることくらい。まだあの時のいろりもあった。しかしいろりの横を通り過ぎて、なぜか和室に通される。奥さん、ほらお父さん、俺くんが来てくれたよ。その和室に村長はいた。立派な仏壇に壺と家。ああそうか。俺はしばらく立ち尽くした後、お線香をあげ手を合わせた。遺影に映る村長は、子供だった俺らに常に優しく笑顔で語りかけていたものとは違い、とても威厳が感じられる昔ながらの男らしい顔つきだった。俺と A はいろりの部屋に移動し、奥さんと三人で話す。基本思い出話が中心だったが、俺はどうしても村長のことが気になった。奥さんはそれまでニコニコ思い出話をしていたが、俺から、村長さんはいつ？という言葉を聞いた途端、表情が曇り、下を向いた。あの人は、あの事件の一年後にね、畑の手入れをしてくるって出かけたまま、畑までは歩いてもそんなに時間はかからないのに、何時間経っても帰ってこなくて、心配になっていたら近所の〇〇さんが、村長が道で倒れてるぞって言いに来たの。何もない道路の真ん中で倒れていたの。俺はこれ以上話をさせたら奥さんも辛いと思って、そうだったんですね、残念です、とだけ言って話を終わらせた。そこからは何とも言えない空気のまま、少し世間話をしておいとまをさせてもらった。奥さんは俺と A に最後、またいつでも来なさい、みんな喜ぶから、あとあの時の出来事はもう過ぎたこと、気に病むことはないんだよ、と。奥さんには俺と A がまだあの日のことを考えているのはお見通しのようだ。俺と A はまた雪の中を歩く。二人 A の家へ歩く。村長さん、もう何年も前に亡くなってたんだね。うん、村長がいつも農作業に行くときに作業道具を入れていたカゴの中には、いろんな野菜と鶏とウサギが入ってたらしい。事故で片付けられたけど外傷はないし、死に顔が、目が飛び出してて黒目が上を向いてる状態だったって。私が中学に上がる頃にお父さんとお母さんが話してるのを聞いちゃって、と言った。村長は俺らが出してしまったあいつを何とかしようと命を懸けてくれたんだ。何とも言えない気持ちになった。そんな俺を見て A は、やっぱり村長や奥さんの言ってた通り、あのことは忘れるのが一番なんだよ。忘れないといけないんだよ、と言う。それを聞いて、そうだ、その通りだ。村長の願いは、
絶対俺たちがあの出来事を忘れて幸せに暮らすことだろう。そう考えた。そこからはお互いの高校の話などをして明るく楽しい時間を過ごした。そして A を家の前まで送った。A、私、〇〇高校って私立の高校に寮に今入ってるの。だから村の外で会うことがあるかもしれないね。そうだな。どこかで見かけたら声かけるし、声かけてくれな。そう言って携帯アドレスを交換し、A とは別れた。祖父母の家に戻ってお年玉をいただいた後、俺たち家族は自宅へ戻った。ここからはたくさんの出来事があり、一つ一つ細かいところまではあまり覚えていません。なのでざっと。16歳くらいから24歳くらいまで。高校生活を無難に過ごし、やや非行に走るが無事卒業。進学する。A とは結構メールのやり取りをする。20歳。勉強せず、鉄腕、居酒屋巡り、しかし下校、など遊びに全力。実家からはすでに出て一人暮らしだった。A とはたまに連絡を取る。22歳。沖釣りに連れて行かれ、ぼーっとしていたら俺の竿に当たりが。合わせ方わからず力いっぱい上げると、先輩の釣り竿が凄まじい音とともに折れ、さらに立ち上がったもんだから、チンの位置に置いてた携帯を海に落とす。先輩の釣り竿、プラス俺の携帯を犠牲にして得たのはそこそこ大きい鯛。携帯はまあ買えばいいかと思い、釣りの帰りに購入。そこで気づいた。海に落としてバックアップもクソもないため、A の連絡先を紛失。連絡できなくなった。24歳。一人暮らしの部屋で怪奇現象に悩まされる。この頃から今まで俺にはなかった奴による現象が出始める。24歳になった。この頃にはもう村のことは気にはならなくなっていた。携帯をポチャンして A とは連絡は取れなくなったが、20歳ぐらいの時にメールで A はもう声はほとんど聞こえないよって言っていたし、お互い村の話もしなくなっていたから、多分今も元気にやってるだろう。俺は今の物件は価格で選んだ。いわゆる心理的貸し物件ってやつ。あの体験を超えるものはないだろうと思ったので、不動産屋から説明を受け即決した。しかし最近やたらと多い。今まで心霊体験だのなんだのはあの出来事以外でなかったのに、夜寝てたら誰かが室内を歩く音がする。風呂に入っていたら扉を開けられる。声のようなものをたびたび聞くなど、さすがにイライラしていた。そして25歳になる前のある日、それらの現象とは別に、あいつが俺を本格的に狙いに来たようだ。ああ、A はこんな気持ちだったのか。そう思わされた。友達と飯食べに行こうと準備してるとき、ススー、ススーと玄関の方でフローリングをすり足で歩くような音。また嫌がる。もはやそれが日常だったので、そこまで気にはしなかった。そして玄関で座り、ブーツを履く。今日は何食べようかな。そんなことを考えていたら、そんな言葉にならないうめき声のようなものが耳元で聞こえた。一気に背筋が凍りついた。なんせ日常的なこの物件のものではなく、男と女がタイミングを合わせて喋っているような声。あいつの声だったから。あの日の事件があいつの声は最初で最後と思っていた。すぐに分かった。あいつだと。俺は急いで家を飛び出し、待ち合わせのコンビニへ走る。玄関の鍵をかけていないことにすぐ気づいたが、取られるような大層なもの、うちにはないとそのままコンビニへ向かう。コンビニについて膝に手をつき、息を切らしていると、
すでに車で迎えに来ていた拓也がいた。え、どうした？拓也は驚いていた。いや、ちょっとね、と言うと拓也は、おう、と言い、二人で一服して車に乗り込み、行きつけの定食屋へ向かう。拓也は普段口数が少なく、大体の会話の主導権は俺が持っているのだが、頭の中はあいつのことばかり。大好きないつも頼む定食もなかなか箸が進まず。これが恋ならどれだけ幸せだっただろうか。そんな様子の俺を見て拓也が、何かあったと。俺は今まで村のことや課の県のことは A 以外の誰とも話をしたことがなかった。信じてもらえないだろう。馬鹿にされて終わるだろう。そう思ってた。でも、親友のこいつなら、そう思った。というか、あいつの声を一回聞いたせいでメンタルがやられてた。助けてもらいたかった。A は何年も声を聞き続けていたというのに。定食屋を出てコンビニへ行き、タバコを吸いながら俺は拓也に話した。拓也は最初、それなんかの映画？アニメ？とちょっと半笑いの反応だった。しかしいつも突発的に機知な行動をとったり、ブラックジョークや絶妙に嘘か本当かわからない嘘をついている俺が神妙な顔で、やっぱそう思うよな。いいよ。何かの物語と思って聞いてくれ。って言うと、拓也も次第に真剣になり、最後まで黙って聞いてくれた。あ、拓也は高校卒業して進学した学校で知り合ったやつで、かなり付き合いが長いです。学生時代はほぼ毎日つるんでました。ちな、拓也は本名です。俺が話し終わり、拓也に、っていう壮大な物語を、どう？と、開き直ったみたいな態度で言うと拓也は、話は分かった。いろいろ内容は多いけど、今になってそいつがお前に話しかけてきたのは訳があるんじゃない？と言う。そんな拓也に、この話、お前信じるの？と俺が聞くと拓也は、だってつまらずにスラスラ1時間も話すって、作り話じゃなかなかできなくね。もしこれがホラなら、お前詐欺師にでもなった方がいいよ。才能の無駄遣い、と笑って話す。この時、俺は心の底からこいつと親友になれてよかったと思えた。続けて拓也は、その村に行ってみる？一人で行くのはさすがに怖いだろ。最後に行ったのは確か高校生の時だろ。なんか村に変化があってるかもしれないし、という。しかし今は別の県で暮らしているわけで、そう簡単に行くのは難しい。俺の地元の話だぞ。どうやって行くんだよ。すると拓也は、バイクで行こうぜ。ロンツー行きたいなって思ってたし、その村に行くまで結構道険しいんだろ。俺と拓也はバイク仲間でもある。俺がバイクの免許を取ってバイクに乗り出したら、拓也も金魚の糞みたく免許を取ってバイクを買った。いいのかよ。前々からロンツー行こうって話してたし、ちょうどいいじゃん。こうして俺ら二人はバイクで村に行くことになった。家族とではなく、俺一人で村へ行くのはこれが初めてだ。村へは次の日曜日出発に決まった。それまで5日間は友達や先輩の家数人の家に転がり込んで寝泊まりしていた。とても自分の部屋で一人でいることはできない。常に誰かと一緒に、と考えていた。その中でもブツブツと何かをつぶやく、ささやく、あいつらしき声は聞こえる。拓也以外の人たちには一切話はしていないので、様子がおかしいと察知されないように平静を装った。そうして日曜日、俺は一旦部屋に帰り、リュックに荷物を入れて待ち合わせの場所へ向かう。荷造りしている間もあいつの笑い声が耳元でする。拓也と合流し、いざ地元へ。長い時間をかけてようやく実家近くに到着。スマホのナビを記憶をたどり、
村へ続く山の入り口あたりにセットする。当然村がナビに出るわけなく、地図上でも表記はされていない。記憶だけが頼りになる。ナビに従い走らせると、子供の頃に何度も見た看板がある。まだこの看板あるんだ。そんなことを思いつつ、さらにナビに従う。あった。間違いなくこの道から入っていった。その山の入り口を見つけ、一旦停車。拓也にここから登っていくからちょっと休憩しようという。拓也は、想像してたよりやばいね、と言い苦笑している。なんせ村までの街灯は数えるほどしか立っておらず、夜にこの道を通る人はまずいない。すでに完全に日も落ちており、不安なのはよく理解できる。ただ、確実に村はある。村さえたどり着けば、祖父母の家もあるし、問題ない。そう拓也には伝えた。拓也は、今更だけど、その村本当に大丈夫なの？部外者の俺がいきなりバイクで入り込んだりして、違い方言で襲いかかってきたりしないの？という。それ、何泣き村の話ですか？と返すと、拓也はふふっと笑った。休憩も終わり、山への参道へと入っていく。参道に入り、明かりは稀にある街灯と2台のバイクのライトのみ。この山のメインの道は直進し続けて山の反対側に出る道。右に行く道、左に行く道がそれぞれ交互に2本ずつ。車が通ることができない道は多数あるが、どれも人様の畑にたどり着いたり、行き止まりだったりする。村に行く道は最初の右の道を過ぎて、次にある左に曲がる道。つまり2本目の道で左折すれば村への道のはず。何度も見たことのある、どこへ続くかわからない右の道があり、そのまま通り過ぎた。次だ。次に左に道があるはず。少し走らせると左折できる道があった。そこで一旦止まる。インカムは持っていなかったので、バイクを降りて拓也の元へ。拓也、おいおい、こんなところで止まるなよ。迷った？ビビりまくりの拓也に、ここから左に曲がって、あとまっすぐ進んだら村がある、と伝えた。え、この先？道、車通れるかわからないくらい細いじゃん。本当にあるのかよ。そう思うのは仕方がない。村への道は、やっと車が通れるくらい狭く、時々道の一部分が少しだけ広くなっているだけだからな。俺は、大丈夫、ちゃんと通れる道だから。そう言って左の道へバイクを進めた。道を進む。山でよく見る白でゴツゴツしたコンクリートの道。間違いない、この道だ。内心少しワクワクしていた。家族ではなく、一人、かっこ拓也がいるが、で、来るのは初めてだし、バイクに乗ってるしで、祖父母も家族や村長の奥さんもみんなびっくりするだろうな。そう一人で考えていた。しかし、記憶通りの見覚えのある道だが、やけに両側の草が伸びていて、通行の邪魔をしている。こんな伸びるまで放置されてるのか？子供の時車で通ってて、両脇の草が車に当たったりしてなかったよな、と考えた。まあ何年も村へは行かなかったから、少しは道も変わるよな。山の中でもあるし、と軽く考えた。だいぶ進んだ。しかし一向に見えてこない。本当ならもう村の明かりがポツポツ見えてきていてもいいのに。本来は村が見えてきて、緩やかにぐるっと村の周りを回るように下っていって村に到着する。なので村が見え始めるときは村を見下ろしている状況になるのだが、村の明かりも見えないまま道は下り始めた。おかしい。そう思った。この道で間違いないと思って進んだが、村の明かりや村らしい開けた場所がいくら進んでもない。
ここで止まるのも U ターンするのもバイクでは不可能だろう。かっこ、バイク乗りならわかると思うが、バイクは坂道で止まったりするとバランスを崩しやすく、こけてしまう可能性が高い。U ターンも当然難しい。とにかくそのまま下っていく。しばらく走らせると明かりが見えてきた。俺らは山を降りてしまっていた。完全に山を降り切って放心状態になっている俺。おかしい。こんなはずはない。確かにあの道で合っているはず。そんな俺にバイクを止めて寄ってきた拓也は、なあ、山降りてね。道間違えた？と聞く。俺は正直に話した。間違いないと思っていた道が間違いだったと。すると拓也は、まあ、あれだけ山の中だし仕方ない。別の道当たってみるか、という。しかし別の道を通ったことは一度もない。真っ暗な山道をこれ以上拓也に走らせるわけにはいかないと思い、先に市街地に行っててくれ。道がわからない状況で、さすがにこれ以上走らせることはできない、と拓也に言うと、村はいいの？と言われる。俺は、一人でちょっと他の道走ってみる、と言うが、拓也に危険すぎると止められ、結局そのまま市街地へ二人で行き、部屋が空いていたビジネスホテルで一泊、次の日帰宅した。帰宅後、何度も拓也には謝罪をした。拓也は、面白かったし、そんな気にすんな、と言ってくれた。しかし、なぜなかったのか。いくら何年も前に行ったっきりとはいえ、自分の記憶が間違っているとは思えない。思いたくない。その2週間後、俺は一人で再び村を探しに行った。今度は昼間だし、もし間違えてもしらみつぶしてすべての道を調べたらいいさ。そう思っていた。結果、見つけることはできなかった。あの山で絶対間違いはない。でも、どの道を進んでも何もなかった。村どころか、村のあの盆地のようにくぼんで開けていた地形の場所すら見つけることができなかった。俺は落胆した。どうして？なぜ？そればかりが頭を駆け巡る。しばらくして思いつく。親に聞いたらいいじゃないか。せっかく地元に来ているし、久しぶりに実家に帰り、親に聞いてみよう。狐に化かされた気分だけど、これで解決する。そう思い、実家へ向かう。しかし結果は解決どころか、さらに混乱することになる。実家に到着。ちょうど夕食時で、親父も仕事から帰宅していた。親父。お前何してんだ？母親。帰ってくるときは連絡しなさいよ。想像通りの反応。数年ぶりに食卓を囲む。やっぱ実家の飯が一番うまいな。そう思いつつ例の件を話す。俺さ、一人で丸々村に行こうとしたんだけど、たどり着けなかったんだよ。道は合ってるはずなのに、なぜかどうしても見つからなくて。2回もチャレンジしたけどダメ。ナビにも表示されないし、参ったよ。母親。なんて？丸々村？いや、久しぶりにじいちゃんとばあちゃんとか A のとこ、村長の奥さんにも挨拶に行こうと思って。なぜかいぶかしげな表情で首をかしげる両親。そして、お前大丈夫か？それは冗談で言ってるの？なぜかそう言われた。俺は箸を止め、いやいや、そっちが何言ってんの？俺普通の話しただけじゃん、と言った。すかさず母親から半笑いの、ちょっと馬鹿にしたような言い方で衝撃の一言。丸々村って何？俺は多分茶化されてるんだと思った。自分の実家忘れるとかある？母親も親父も半笑いだったが、至って普通に話す俺を見て表情がこわばる。母親。なんかあったの？親父。
どうした？大丈夫か？疲れてるのか？俺、おかしいこと一つも言ってないけど。いや、おかしいよ。だってさっきからお前が話す内容一つもわからん。理解できん。夢か何かの話をしてるんでしょ？意味わからない。もっとマシな冗談言えよ。それなら、じいちゃんとばあちゃんの家はどこよ？〇〇でしょ？母親から地名を言われたが、その地域は確かに存在する。しかし村ではなく普通の住宅街があるところ。高校の同級生もその地域に住んでいるため何度も足を運んだ。俺。は？その地域には何回も行ったことはあるけど、じいちゃんばあちゃんは〇〇村に住んでるだろ？はっきりと記憶に残ってる。車で山道を走って村に行ってた時のこと。俺と A はあの事件を起こして、そこからしばらく俺一人村に行かないようになったじゃん。だから、〇〇村って一体どこの何の話をしてるの？あんた頭強く打ったりしてるんじゃないの？事件とか、その A って人とか何もわからないんだけど。まあ、待て。お前が言う〇〇村って大体どこにあるんだ？〇〇村を市街地方面から登っていって、二つ目の横道を左折してしばらく行くとあるじゃん。あの山は何もないから行く用事は特にないが。拉致が開かない。なら明日、じいちゃんばあちゃんに会いに行ってくる。じいちゃんばあちゃんならわかるはず。住所教えて。あんたほんと大丈夫？ばあちゃん認知症になって去年施設に入ったって連絡したじゃん。じいちゃんはあんたが高校生の時に亡くなったし。ますます意味がわからない。何を言ってるんだ。そんなわけないじゃん。俺が高校生の時、部活の正月休みで村に行ってじいちゃんばあちゃんに挨拶したじゃん。亡くなったとか縁起でもない。ばあちゃんが施設に入ったって連絡、そもそも受けてないし。連絡したらあんた、そっかって一言だけだったじゃない。それにじいちゃんの葬式にちゃんとあんたも出席してたし。お前本当にどうした？疲れすぎてるんじゃないか？これ以降、俺は村の件で話すことをやめた。なんかあそこまで否定されると、自分は本当におかしいんじゃないかって思う。妄想？俺、とうとう病気にでもなった。家の外でブツブツ独り言をつぶやいていた。そこに親父が来た。なあ、お前の言ってたこと何も理解できなかったけど、本当に冗談とかじゃなく、お前がそう思ってあれを言っていたのであれば、調べてみたらいい。スマホのマップでも地図でも表記されてないし、他に村のこと理解できる人いないし、どうやって調べればいいんだよ。役所で詳しく調べられるだろう。俺と母さんがただ知らないだけで、もしかしたらその村の過去が本当にあったかもしれないだろう。実在していたなら必ず何かしらの記録が残ってるはず。あと、俺から連絡しといてやるから、お前帰る前に丸々寺寄ってお参りさせてもらえ。丸々寺とは前からお世話になっているお寺で、そこらのうさんくさい坊さん、霊能師なんかではなく、しっかりとお祓いや祈祷などをやってくれる。当然評判も良く、元カノが霊現象に悩み自殺一歩手前になった時もお世話になった。他の寺や神社に行っても全く何も変わらなかったが、この丸々寺に行ったら嘘かのように彼女に降りかかっていた心霊現象が収まり、落ち着きを取り戻した。そんな実績が数多くある寺。親父はきっと俺が何かに取り憑かれてるかと思ってるんだろうな。そう思った。明日アパートに帰宅する前に役所と丸々寺へ寄ることにした。実家を後にし、まずは役所に。あまり詳細は話さずに、総合窓口の人にある村を探していて歴史について調べたいんですがと尋ねる。地元の役所では一般の人が閲覧できるものから
厳重に保管されている古文書まで、歴史に関する書物が大量に保管されており、閲覧可能なものなら希望すれば見せてもらえる。歴史書専用の小さな図書室みたいなものがある。小学生の時はここに社会科見学として訪れ、歴史について調べ学習をしていた。窓口からお待ちくださいと言われたので待っていると、おじいちゃん職員が俺の元に来た。どうぞこちらに。俺はそのブースに通されるが、なぜかおじいちゃん職員と対面になる。村についてということですが、どの村かな？丸々村という村です。丸々山の。おじいちゃん職員は目を丸くした。そして、興味深い。少し時間をもらえるかな？そう言って席を立つ。だいたい30分くらいだろうか。待っているとおじいちゃん職員は大量の分厚い本をカートに乗せて持ってきた。いやーごめんね、長くなってしまった。席に着くや否や、丸々村っていうのはないね。80年生きてきて聞いたことがない。そうですか。そこで、ではと帰ろうとする俺を引き止める。ああでもね、丸々村は今でこそ何もない山だけど、昔村があったらしい。文書でしか残ってないけど、三角三角村って村があった。私が小学生くらいの年に廃村になっている。山奥だったから農作物の売買を生業にしていたが、町への往復が大変で、徐々に村を出る人が出てきて、結果廃村になったと書いてある。名前は違うものの、俺はおじいちゃん職員の話に食いつく。写真とか残ってないんですか？おじいちゃん職員は首を横に振る。申し訳ないが、それだけなんだ、残っている記録は。念のため平成初期に撮られた丸々山の航空写真、見てもらえばわかると思うが、この頃にはすでに三角三角村があったとされる名残は確認できない。写真を見せてもらうが、村があったような廃屋や建物があったような空間さえ確認できなかった。俺さん、なんでその〇〇という村を探しているのか、よかったら話してくれないかな。俺はこの人に話したところで何も解決しないと思ったが、せっかく遠い地元まで来ているんだからと要点だけ話した。すると職員は眉間にシワを寄せる。似たような話を聞いたことがあるような。わかった。私が調べておこう。ただ相当時間がかかるかもしれないから、電話で教えようか、と言う。俺は、お願いします、と携帯番号をメモに書いて渡した。ごめんね、力になれなくて。そういうおじいちゃん職員に頭を下げて役所を後にし、次は丸々寺へ向かう。お寺に到着。相変わらず立派だなぁ。どれだけ稼いでるんだ。そんな罰当たりなことを考えていると、お坊さんが来る。ようこそお越しくださいました。ご立派になられましたね。大きなバイクまで運転なはって。最後にお会いしたのは、俺が中学生の時か。以前から家族でお世話になっているこのお寺。その時は、親父の厄年の時だったかな。ご無沙汰しています。よろしくお願いします。俺は本堂に通される。広大な空間に座布団一つ、お茶とお菓子が置かれていた。どうぞ。ああ、足は崩されて結構ですよ。長い時間かかると思いますので。それでは本日のご用件をお聞かせください。俺はこと細かくお坊さんにこれまでの話をした。軽く1時間ほど話したが、
お坊さんは終始仏のような笑顔で決して遮らず、うなずきつつ俺の話を聞いていた。俺が話し終えるとお坊さんが話し始める。確かに、お話だけ聞くとお父様がおっしゃったように摩訶不思議ですね。しかしこの世のありとあらゆる事象には必ず何かしらの理由や根拠が存在します。まずは俺さんにまとわりつくというその悪しきものを見てみましょう。お話ししておきますが、私には払うということはできません。私は経を読み、言葉の力で導き身を清めます。途中気分が悪くなるかもしれません。その時は我慢せずに姿勢を崩してもらって結構です。そう話してお坊さんは大きな仏像の前に座り、では始めますと少し顔だけ俺に向けて言うと、お経を読み始めた。お経が始まって数分、あいつの声が断続的に聞こえていたが、どんどん連続して、かつボリュームも大きくなってきた。括弧書いてなかったですが、あいつの声は断続的にずっと聞こえてはいましたが、うなり声のようなものだけでした。と、お経の声に混ざるように聞こえる。俺の耳元で叫んでいるかのように。俺は頭が痛くなり、体が自然と揺れ動く。ダメだ、倒れそう。なんとか気合で座っていた俺だが、もう限界。意識が遠のき、お経の声が聞こえなくなった。そして最後に聞こえたのは、うるさい。俺さん。目が覚めた。目を開けるとお坊さんがいた。どうやら気を失ってその場で倒れていたみたい。お坊さん、ひとまず終わりました。ご気分はいかがですか？あれだけ苦しかったのに意外と気分は悪くない。むしろいい。しかしなぜか喉が痛い。気分はいいです。ただ喉が痛くて。そう答えると、よかった。しかし、前にお伝えしましたように、払ったわけではありません。一時的にあなたから離れてもらったようなもんです。確かに声は聞こえなくなっている。俺は再び座り、お坊さんの話を聞く。さて、では読経の間のお話をします。実は、俺さんにまとわりついているものが、俺さんの体を借りて表に出てきておりました。俺は、それなんて悪魔払い？エクソシスト？と正直思った。気を失っている間の出来事なので当然信じられない。読経中に俺さんが徐々に話している声が聞こえてきました。構わず読経を続けておりましたが、次第に声が大きくなり、うるさい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 、うるさーい、と叫び始めました。その声は、俺さんの声ではなく、複数人の声が混ざったような声でした。その後も読経を邪魔するように叫び続けていましたが、ぴたりとその声は止み、無事読経も終えることができました。そんなのテレビや動画でしか見たことないぞ、と思ったが、お坊さんが嘘をつくとは到底思えない。お坊さんは、少々失礼します、と言ってどこかへ行ったかと思ったら、大きいアルバムのような本と地図を持ってきた。お坊さんは大きいアルバムのような本を開きつつ、横に地図を置き、俺に見せつつ説明をしてくれた。まず、地図で俺さんのおっしゃる山を見てみましょう。この山自体は何もないです。ですが、周りを注意してみてください。神社やお寺が山の周囲にありますよね。そう言ってお坊さんは、お寺や神社のあるところに鉛筆で丸囲いをしていった。はあ、あるみたいですが、それが何かあるんですか？そう言うとお坊さんは、この神社や寺のように、
囲まれた形。実は立地としては非常に悪いのです。このような並びの中にある住宅は、いわゆる心霊現象というものが少なからず出てしまう。ここにもそのような現象でお悩みの方が多数お越しになられましたが、かなりの割合でそもそものその立地の悪さが原因です。この山、特に場所が最悪です。そして山は自然のもの。そこに人が入り込むということすら良いものではありません。俺さん、お役所様で以前三角三角という村があったとお聞きになられたのですよね。農作物の売買で山を登り降りするのが大変で、村から人がいなくなったとおっしゃいましたが、地図上で見る限り、人が離れた原因はそれだけではないと思います。とても前の村のお話ですが、お寺や神社はどこも歴史が深い場所が多く、その村が存在しているとき、山の周りには多くの神社やお寺はすでにあったと思います。後に建てられたものもあるかと思いますが、神や仏にまつわるものはそんな場所が選ばれることは必然に初めから決まっているものなのです。つまり山を囲んでのこの形はなるべくしてなった、作られたと言えます。お坊さんの説明がいまいちピンとは来なかった俺。そんな俺を見てお坊さんは笑顔で、申し訳ありません。なるべくわかりやすくと思いお話ししましたが、難しいですよね。まとめますと、この山がとても悪い位置にあり、人間が山を悪いようにしたというよりは、元からこの場所が悪い、もしくは悪くなってしまう定めだったということです。俺は理解力がない自分のせいでお坊さんを困らせていることに少し罪悪感を感じつつ、ですが、この山が悪い位置にあるのと、私の今までの経験は何か関係があるのですか？私は周りが理解できない体験をしているんです。俺の携帯が鳴るが、切る。お坊さん、あ、どうぞ、お電話。いえ、後からかけ直しますから。そうですか。では。確かに私もその〇〇村という村は存じ上げませんし、そういった特徴がある村や地域の場所も。そうですよね。あ、ですが、この地図をもう一度見てください。このように山を囲っている並びですが、もう少し広く見てみましょう。お寺、神社を線でたどると、この B 山につながっています。ここにも村は存在していましたが、そういうと、アルバムのような大きい本を地図の上にどさっと置く。ここの村は、俺さんがおっしゃった〇〇村と名前こそ違うものの、今は誰も立ち入らない王道が、山の奥深くにあります。そのお堂の場所に、かつてその村は存在していたようで、ここにその記載があります。すでに廃村になってはおりますが、その三角三角村より、こちらの方が、もしかすると信憑性があるかと。その B 山は、俺が必ずここに村があると言って、2回も立ち入って探し続けた〇〇山からは結構離れてはいるが、同じ市の中にはある。もしかするとこの B 山について調べると、何か俺さんの記憶についてついているものについて手がかりが見つかるかもしれませんね。ただこの B 山も丸々山と線で結ばれているだけあってあまり良くない土地です。立ち入るのはお勧めできません。俺は行く気満々だった。ただ B 山には行ったことがない。まずは調べてみてからと考えた。わかりました、ありがとうございます。お布施を渡し帰り支度をする俺に坊さんは、またつきものの声が聞こえてくるとは思います。でも耳を貸してはなりません。空耳と思い無視をしてくださいと言った。俺はお寺を後にし近くのコンビニへ。
かかってきていた番号に折り返す。役所のおじちゃん職員だった。ああ、どうも。やっぱりどうしてもわからなくて。というおじいちゃん職員に俺は、B 山について次は調べようと思ってるんですが、と言うと、B 山ですか。ああ、確かに、あそこにも村がありましたね。でも俺さんが言う村とはちょっと違うとは思うけど、その村でしたら、以前そこに住んでいた人間を知っています。廃村になる時に B 山の麓に降りて、そこで今もずっと住んでいる私の同級生が、ちょっと待ってもらえるかな。そう言うと電話が切れた。少しして再び電話が来る。ああ、すいません、〇〇です。今電話したら話を聞こうって。だから住所とその自宅周辺の特徴を教えるから行ってみて。おじいちゃん職員から住所と周辺の特徴を聞き、バイクですぐに急いで向かう。到着した。すでに日が傾いてきている。すぐ裏は山の傾斜があり、とても薄暗いところにある古い家だ。ポストには電話で聞いた名字が書かれている。呼び鈴を探すがない。俺、ごめんくださいと言い、戸を叩く。するとすぐに、えいえい、出ますよと声がし、扉がガラガラ音を立てて開く。出てきたのは腰の曲がった白髪で長髪のおばあさん。俺、丸々役所の方からと言ったところで、ああ、とりあえず入れとおばあさんは言い、家の中に案内される。今へ通される。棚には日本人形やどこかの観光地の置物が大量にあり、少し不気味だった。おばあさん、ぼさっと押してないで、ほら、座った座った。お茶が出され、軽く会釈する俺。対面に座ったおばあさんはすぐに、さて、村の件だが、と話し始めた。B 山には B 村という村があった。私はまだ子供で、父、母、四人の兄弟と祖父で暮らしていた。私が子供のうちに山を降りることになって、その後すぐに廃村になっちゃったんだけど、祖父からはよく村の昔話を聞かされていた。村には立ち入ってはいけない場所があって、兄と私は大人たちに内緒でその場所を探していたんだ。そう、探していたってことは、つまり私たちはそれがある場所は知らなかったんだ。ずっと探していたが見つからず、年を重ねると兄は出稼ぎのために都の方に出て行ってしまった。だから私一人で探した。でも見つからなかった。所詮はただの言い伝え、そう思っていた。しかしある日、村の端にある小さいお堂付近で家族で山菜を採ってる時に、とても小さかったが、かがめば人一人なら通ることができるあぜ道を見つけた。そこを進んでいくと、少し開けた場所に塚があったが、見たところ相当長い間手入れがされてないらしく、塚が巻きついていて苔まみれだった。地面にはしめ縄が落ちていて、以前に祀っていた形跡があった。とても神秘的ではあったが、どこか気味が悪く感じて、すぐにその場から離れた。もしかするとそこが探していた近寄ってはいけない場所だったかもしれないね。話し終えて、俺が口を開く前におばあさんは、今日泊まるところはあるの？日も落ちてきたから泊まっていきなさい。食えないものはあるかい？と言い、有無を言わさず泊まることになった。夕食をご馳走してもらいながら、まあ明日の夜までには帰り始めて、明後日の朝までに帰ったら大丈夫か、と
と考えていたらおばあさんが、あんたが何を探しているのか詳しくは知らないけど、本当にそれは探していいようなものなのかい？探しても見つからないってことは、探す必要がない、探してはいけないものじゃないのかい？とぼそっと言う。私の話を聞いてどう考えたかはわからんが、B 山にはあんたの探し物はないよ。山は神聖な場所であり、数々の歴史が眠っている。そんな場所にむやみに入り込んで、いいことなんかあるわけがない、と言った。俺は何も言うことはできなかった。無言の俺におばあさんは、一応聞いといてやろうか。あんたが探してるのは何？俺は一言、丸々村、と言った。するとおばあさんは目をつり上げて食いつく。お前、どこでその村の名前を聞いた？なんで知っている？俺は急に態度が変わったおばあさんにびっくりしていると、おばあさんはすぐに落ち着きを取り戻した。ゆっくりでいいから、その村の話をしてくれないかい？俺はおばあさんに、丸々村について話した。俺の話を黙って聞いていたおばあさん、話が終わると開口一番。はは、年寄りの体に負担かけるんじゃないよ、坊ちゃんが。かっこ、確かこんな感じのことを言ってた。俺はおばあさんに探さないように言われ、それを妙に納得してしまっていたので、もうすでにどうでもいいやって気持ちだった。俺、この話が何か？どうせない村の話ですし、私のただの夢か妄想です。そうおばあさんから目をそらし、ボソボソ言う俺におばあさんは、いや、妄想なんかじゃないかもしれんよ、と言った。俺は、なんだよ、さっきは否定したくせに、そう思い、はあ、という適当な反応をした。おばあさん、まあ、丸々村って名前の村は知らん。なんすかそれ。厳密に言えば、私が知っているある村があるけど、その村の名前は知らない。ずっと伝説みたいなもんと思っていたが、あんたが言うその村に特徴が似ているんだよ。そういうおばあさんに俺は芋の天ぷらを頬張りながら、じゃあ話してくださいよ、と少々ふてくされた態度で言った。さっき私の村で行ってはいけないと大人に言われていた場所があったと言ったのは覚えてるな。その場所ってのは二箇所あったんだ。一箇所がさっき話していた話でわかるかもしれないが、私たちが住んでいた村の中のどこかにあるものだったんだ。そしてもう一つは、同じ山のどこかにあるもう一つの村のことなんだ。俺は箸を止めた。その村は私の村の中では知らない人はいないくらい有名な村で、悪しき神を祭り、自分の村の村人を生贄に出す劣悪な風習の村と認識されていた。だからその村に行くと生贄にするため捕まってしまう。だから絶対に村を見つけても決して入ってはいけない。そう教えられたんだ。その村の名前までは教えられなかったし、当然村の場所すら知らん。私の親でさえも嘘か本当かわからないと言っていた。私の村ではしつけとして親が子供に悪いことをすれば人食い村に連れて行くぞというのが決まり文句だった。あと知っているのはその村の中でもさらに森の奥深くに人目につかないように神を祀っているということだけ。そう話した。俺は複雑な気持ちだった。
俺。仮に私が探す〇〇村がその村だったとしても、おばあさんも本当にあるのかわからないような存在だから、結局は実在するかどうかわからないし、実在したとして、なぜ周りの人間の記憶から消えているのか説明がつかない。そう返した。周囲の記憶とかはわからんよ。ただその探している〇〇村って村に、あんたがいた証拠は何か残ってないんか。物でも何でもいい。俺は必死に考えた。村から持ち帰ったものなんてあるだろうか。あったとしても子供の頃のものだからなくしたり捨てたりしてる可能性があるし。そんな都合よくものがあればあんたもこんな苦労はしてないだろうね。こんな見ず知らずのばあさんの家にまで来て。いや、一つだけあります。ばあさんは、ほう、みたいな顔をして、じゃあ、それは一体何だい?と聞いてきた。すかさず俺は、ちょっと待ってください。質問があるんですけど、と言うとおばあさんは黙ってうなずく。おばあさんはその伝説のような言ってはいけない村の名前すら知らないとおっしゃっていましたね。じゃあ、なんで探してるのは何かと聞いたとき、私が〇〇村と言っただけであんな驚いた反応をしたんですか?おかしいですよね。村の名前知らないのに驚くのは。おばあさんはため息をつく。一説だよ。一言だけつぶやく。どういうことですか?その伝説みたいな村の名前、祖父が一度だけ話したのを少しだけ覚えてるんだよ。子供の私が祖父にその村について尋ねたとき、祖父が〇〇村と言った。そしてすぐ後に誰も村の名前や村が本当にあるのか知る人間はいないんだよと言い直したんだ。それ以降祖父はその村について話すことはなかったんだが、祖父以外のこんな若い奴の口から〇〇村と出てきたのに驚いたんだよ。そう話す。じゃあやっぱり村はあるんじゃ。いや、その〇〇ってのが正しいかどうか、村自体が実在するかどうかは結局は誰にもわからん。しかしこんな偶然もあるんだね。私の子供の頃の謎がこれだけ年をとって赤の他人から再び掘り返されるとはね。そう言ってはははと初めて俺の前で笑顔を見せた。そしておばあさんは、じゃあその一つだけあるっていうのは一体何だい?と話を戻す。はい、それはこれです。俺はおばあさんに左膝を見せる。ん?ここに傷がありますよね。これ、子供の頃村に遊びに行った時につけた傷なんです。A と川で遊んでいた時に、尖ってた岩に気づかずに泳いでいたもんで、ここの膝の部分をスパッと切ってしまったんです。これは確実に〇〇村で負った傷です。ほう。なるほど。でもそれは〇〇村が存在したって証拠にはならんだろう。あくまであんたの記憶の話だ。そうですよね。それだけが唯一残ったものか。まあ仕方ない。ないものはない。おばあさんはそう言うと時計を見る。もう日付が変わる。疲れたろう。休むよ。俺は空き部屋になっている2階の部屋で休ませてもらった。とても怖かった。午前4時、おばあさんから叩き起こされる。ほら起きた。畑に行くよ。畑に強制連行され、草むしりと肥料まきをさせられる。おばあさんは石段で座って、
せっせと働く俺を黙って眺めていた。畑仕事が終わり朝食をいただく。その後おばあさん宅を出る。お世話になりました。すいません、いきなりお邪魔して泊まらせてもらって。気にするな。面白い話が聞くことができたし、よかったよ。あんた、山に入るのかい？どうしてですか？いや、ただ、昔のことにとらわれても何もいいことはない。大事なのは先を見ることじゃないか？これだけ言っておく。俺は何も言わず会釈し、B 山入り口を探すことにした。 B 山はとてつもなく大きな隣町まで続いている山のため、山のどこを探していいかわからない。せめて来たことさえあれば少しは違ったのかもしれないが、とりあえず登っていく道があり進んでいく。結果、何も見つけることができなかった。すべて行き止まりかそのまま下山かになった。すでに夕方。帰宅しなくてはいけないし、疲れ果てた。俺は山を後にし、アパートへ帰宅した。あれから少し時が経ち、25歳になっていた。仕事はそつなくこなしていた。が、何かと最近うまくいかない。仕事では些細なミスを繰り返し、仕事上で嫌なことがピンポイントで自分ばかりに降りかかってくる。プライベートでも財布を落とす、バイクで事故をする、ギャンブルをすれば全敗、その他数えきれないほどの不幸が続く。俺はどんどん塞ぎ込むようになる。あいつの声は相変わらず続いている。あのお坊さんの力も本当に一時的なものだった。ついに仕事を辞めてしまった。辞めてからはアパートで引きこもる生活。あいつの声だったり、他の霊現象的ものもどうでもいいって言ったくらい完全に無だった。2週間ほど一歩も家から出ず、ろくに食事も取らず過ごして、やることといえば寝る、起きてぼーっとするを繰り返すだけ。その生活に落ちてしまい、次第に生きてても仕方ないからもう死のうかな、という思考にたどり着いた。拓也が連絡がつかない俺を気にかけ家に来た。おいおい、どうした？もしかしてあいつのせいか？あいつ？ああ、もうどうでもいいよ。拓也は俺の私物を漁って準備をさせ、車に俺を押し込んだ。連れて来られたのは精神科。これまでの経緯を拓也が代わりに知っている範囲で医師に伝えてくれた。出された診断は、境界性人格障害。入院を勧められたが、俺が断固拒否したため自宅療養になり、大量の薬が渡された。拓也に自宅まで送ってもらった。拓也はそのまま帰宅。自宅に帰り、すぐに薬を捨てた。病人扱いしやがって。そう一人でつぶやいて、リビングでそのまま就寝した。夢に A が出てきた。夢は一面黄色の空間で、俺の10メートルくらい先に、無表情の A が俺の方を見て立っている夢。特に言葉を交わすことも動くこともなく、夢は終わり目が覚める。驚いた。なぜ今頃 A の夢を見るんだろう。そう思っていた。そして次寝た時、全く同じ空間。変わったのは A が俺から5メートルくらいの位置まで来ている。ただ A の顔に黒いもやみたいなものが軽くかかっている。同じようにお互い何も言葉を交わさず、動かず、覚める。次寝た時、A は俺から1メートルのところまで接近している。顔のもやは渦を巻いていて、より濃くなっており、完全に A の顔が見えなくなっている。そして次、4回目の睡眠での夢。夢の A は俺のすぐ隣。
肩同士が触れるかってくらいの位置におり、お互い別々の方を向いている。かっこ、例えば俺が北を向いているとしたら、A は南を向いている。横目で A の存在は確認できるが、顔までは見えない。そしてこの夢は、これまでの3回の夢とは違い、A が言葉を発す。あいつの声で、読んだね、と。そこで夢から覚める。一体何なんだよ。無だった俺は、この夢を見始めてから驚き、悲しみ、苛立ちが久々に湧き出てきた。そして次の夢は、再び10メートル先の無表情の A から始まる。それから進み、4回目にはまた隣の A から、読んだねの言葉。このサイクルが5回続いた。サイクル5回目ともなると、サイクル中の4回目の睡眠前には、またあいつの声であのセリフを聞かされるのか、と予測、心構えができるほどになっていた。やはり奴の声があり、次は6回目のサイクルに移る。その1回目、これまでは10メートル先の無表情の A を見るだけの夢だったが、なぜか今回は内容が違った。夢の中の A は泣いていた。何も言わずに俺の方を見てポロポロ涙を流していた。夢から覚めると、俺も涙が出て止まらなかった。それが夢で A が出てくるのは最後となり、同時にあいつの声も聞こえなくなった。A は何か伝えたかったのだろうか。その日を境に俺は変わった。急に今のままではダメだと思い始め、仕事を探す。資格職のため、ありがたいことに職場は選びたい放題。すぐに再就職できた。積極的に仕事に取り組み、スピード出世し、同僚や上司とも良い関係性を保つ。プライベートでも友人と休みの度に交流し、毎日が充実している。気がつくと過去の村のことなどは考えなくなっており、自然と前を向いて進んでいた。休日、久々に予定が入っていなかったため、認知症の祖母に会いに施設へ行くことにした。新幹線などを使い長い道のり。久しぶりに帰ってきたなぁ。地元は相変わらずの田舎っぷりだった。施設に着き祖母の部屋へ。祖母は、まるちゃん、大きくなったね。どうやらそこまで進んでいるわけではないみたい。祖母と昔の話をして穏やかな時間が過ぎる。すると突然祖母が、まるちゃん、忘れた方が良いことも世の中たくさんあるんだよ。それが自分が犯した罪だったとしてもね。こう俺に話した。俺は、祖母はまさか、とは思ったが、もうあまり深くは考えないようにしようと思った。祖母と外の景色を眺めつつ、いろいろなことを考えた。俺にあいつが突然現れたのは、本当の意味で前を向くことができていなかったからかもしれない。そして完全に消えたのは、しっかり俺が前を向き始めたから。過去に縛られてても何も良いことはない。たくさんの謎が残ってても、心残りがあっても、それらを捨てて進んでいかないといけないんだ。苦しかったり、悲しいこともたくさんあったが、俺のこれまでの経験は決して無駄ではなかった。このように自分なりに答えを出した。祖母が元気にしていることがわかり、安心して施設を後にし、バス停まで行く。空気が美味しいな。さすが田舎。施設を後にした俺は、久しぶりに地元の友達と会い、思い出話をしながら食事をして、再び新幹線で帰宅する。それからの生活は、可もなく不可もなく、充実した日々を送ることができた。フィン。マジか。短編小説や映画を見ているようですごく引き込まれた。もし回り道やちょっとした余談などがあればぜひお願いします。
オツでした。後日談や余談があればお願いします。と、スレタイの通りのお話で締めるならこれでいいんですが、スレタイやこれまでの話がここ数日で結構覆ってしまいました。今、A の家族と言います。もしも皆さんがそのまま終わらせて良いと希望があったら、このフィンで止めとく予定でしたが、回り道希望が多かったので、ここ数日の動きも書こうと思います。結構いろいろな謎は解決しています。キーワードをあえて言うとしたら、嘘、間違い、時間。何が解決したか少し触れると、村の真相、周囲の人たちと食い違っていた話、A の名前。まだ余裕がなくてあまり書き込めませんが、今の時間で少し書き込みます。なぜ話が進んだのかの理由をとりあえず。一番初めに戻るのですが、私が掲示板に書き込んだ理由をまとめを見てとしていますが、現実には村について動いている中でまとめの存在を知って、様々な村のお話が書かれていたからだったのです。ここに書き込めば何かしら良い収穫があるのではないかという考えでした。現実で大きく動きがあったのは私が当直をしていた日です。これからの書き込みも今まで通り創作と思っていただいても事実と思っていただいても構いません。皆さんにそこはお任せします。信じてもらうためにここに書き続けるのが目的ではありませんので、今後詳しく中身を書き込んでいきます。なぜ今になって村を調べるに至ったか。それはなかなか仕事が忙しく、またコロナ禍ということもあり、地元にずっと帰省できない状況だった。田舎なので、もし何か変化があればすぐわかるものなので、休日ゴロゴロしながらストリートビューや街のホームページを覗いたりしていた。ああ、あそこの店なくなったんだ、とかいろいろ考えていた。なかなか新たにというのはなくて、何かがなくなったりとか衰退するような内容ばかりなのでしんみりしていた。気がついたら5時間くらいスマホを眺め続けていて、しまいには長い文章まで読んでいた。その中で偶然、〇〇村についてほんの少しだけ書かれている文を見つけた。文章を作成していたのは90歳を超える高齢者。町の歴史とか書いてるものだったが、一部分だけ、〇〇村と呼ばれていた村が、農作物を町に下ろして生活を、と書いてあった。これがきっかけで、俺は再び動き出すことになった。スレを建てる前より、村について検索をかけたり、親に連絡をしたりした。そして、スレを建てた時くらいに、やっと親から返信があった。これまで、知らないの一点張りだった親だが、俺が問い詰めるように村について話を掘り返していくと、もうそろそろ本当のことを言ってもいい頃かもね、と言い出した。そこから様々な謎が解けていく。まず、村は幻だったのか、実在しているのか。その答えは、廃村になった。俺が最後に村を訪れてしばらくして廃村になったという。村の人たちはそれぞれ親類のところへ移住したり、家を建てて新たな居住地に移ったりしたらしい。次に、なぜ俺が村を見つけることができなかったか。それは至って単純。俺が道を間違えていたから。親によると、参道を入って左右の道が交互にあるのは合っている。でも最初の左の道ではなく、次の左の道から入らないといけないとのこと。しかし、改めて昼間にすべての道を調べたが、村にたどり着かなかったと返す。すると、見つけられないのはしょうがないと思う。だって村へは左に行った道からさらに分岐を曲がらないといけないから、という。また、しかも今まで使ってた道路は災害で土砂崩れを起こして封鎖して、また新しい道を作ったから、という。では、
なぜその新しい道も見つけることができなかったかと聞く。あんたが探しに行った時はすでに廃村になってて、誰も入れないように道ごと潰したらしいよ。コンクリートを砕いて草とか木を道に敷き詰めて、その道の入り口一帯はガードレール代わりの木の柵をいくつも立てて、入り口があったってわからないようにしたらしい。だからそうなる前にバタバタじいちゃんばあちゃんの家財一式運び出したんだから。そりゃ探しても村は見つからないよ、と説明された。次はなぜ役所で聞いたり航空写真まで見たがすでに廃村になっていたとはいえ、痕跡すらたどり着かなかったかについて。これはそもそも〇〇村というのは、いわゆる通称ってことだった。正式な村の名前は確かに知らなかったし、その通称で話すのは村に関わっている人の中だけだったから、正式名称を聞いたが全然違う名前だった。親曰く、三角三角村ってなんか言いづらいでしょ？だからいつからかわからないけど、〇〇村って呼ぶようになったらしいよ。お母さんが子供の頃にはすでに〇〇村ってみんな言ってた。役所のおじいちゃん職員でもわからなかったことについては、だってその人村の人間じゃないでしょ。それに歴史に詳しいかもしれないけど、そのおじいさんが最近廃村になったって把握してなかったら、そりゃその人も知らないってなるよね、という。航空写真も、そもそもあんたが村の位置を大きく間違えてたし、どれくらいの高さから撮られたものかわからないけど、あんな小さい村映るの？山の中央じゃなくて割と端の方に村はあったし、一枚の上からの写真に映らなくてもまあ仕方ないと思うけどね、と帰ってきた。親が一切俺に何も言わなかったのは、村の人から口止めされていたから。俺が行かなくなっていた間も、親はまとまった連休があれば村へ行っていた。そこで村長らに、せっかく来なくなったんだ。このまましっかり忘れてもらおう。もし俺くんがまた村に来ようとしたら、なんとか止めてほしい。そうでなくても村の話をしてきたら、初めから村はなかったように言ってほしい。奴から逃れるにはそれしかない。それに若い人間がいないこの村は、どの道遅かれ早かれ、長くは持つことはできんだろう。このまま風化して、彼の記憶からも消えていく。それが一番いいんだ、と言ったそうだ。だから両親は必死にしらを切っていた。ただ俺にあいつが接近したことにより心配になったため、村の存在は否定しつつ信用できる寺に行くよう促したそうだ。またこのタイミングで明かしたのは、村が実際になくなりだいぶ年月も経ち、俺も村を探しに直接行動したりしなくなった様子だったためであり、ずっと隠したままはさすがにかわいそうだと思っていたらしい。いつかは打ち明けないとという気持ちがあったらしい。弟はグルなんか？弟もグルでした。私が行かなくなったその間も弟は親と村へ行っていたそうで、上で書いた村長たちの話も実際同席して聞いていたそうです。家に帰ってからも親から口止めされており、でも嘘をつかれ続けてる俺に同情して、そんな思い出があるようなと曖昧なことを言ったそうです。坊さんは嘘ついてたの？坊さんも同じだと思います。村の関係者だけで使われていた通称を聞いてもわからず、ただその土地が良くないところとだけ言った。それしか言えなかった。そして自分が唯一知っている B 山の話をした。いわばマイナーか誰もが知っている共通認識かの違いだと思います。そういやじいちゃんは、高校時代に村で会ったのは事実ということですよね。ばあちゃんの認知症とおじいちゃんが亡くなったというのは本当？祖父が亡くなったのも祖母が認知症になったのも本当です。祖母に関しては本当です。書き込んだように実際に会ってますので、祖父の死も事実ですが、私が葬式に出たというのは両親の嘘です。というのも、祖母が亡くなって通夜
葬式の時、ものすごく大事な仕事&試験前という状況で、それを知っていた親があえて教えなかったそうです。そして村に関することに近づけないように、さらに私に、あんたも葬式に出たじゃないと混乱するようなことを言ったそうです。結局丸々村に建物は残ってるの？それとも全部解体して自然に帰ってる？申し訳ないですが、そこは謎のままです。もうそこまで調べる必要はないかなと思ってます。調べようとしたら、せっかく今まで遠ざけてくれていた村の人や両親を裏切る形になるのではないかと思ってます。 A はいるの？ A の家族は？ A の家族についてですが、 A の家族は私の実家から車で10分くらいのところで家を建てて暮らしていたそうです。めっちゃ近ってびっくりしました。それで A の家族と私の家族で今回集まりました。A の家族とは言ってもお母さん一人だったんですが、 A の家族について、なぜ A 母のみかというと、現在 A は大阪で暮らしていて、もう家庭があるそうです。 A 父は癌ですでに他界されたそうで、 A 母のせめて俺くんの病院で最後過ごせてたらねって言葉がかなり突き刺さりました。次に A の名前についてですが、真実を話しますと、私は生まれてからずっと人の名前を覚えるのが苦手なのです。さらになぜか人の名前を呼ぶことに抵抗がありまして、友達や彼女ですら名前であまり呼ばない、呼びたくない人間です。A についてもあまり名前で呼んだことがなく、年に1回か2回しか会わないとなると、そりゃ名前もなかなか覚えられません。ただこのスレを立てている段階、今まで全くわからなかったわけではないです。よくある名前なので実名を言いますが、ゆうか、ゆまか、ゆいか、ゆずのどれかまでは絞れる状態ではありました。結果、ゆいでした。A 母とうちの家族で集まった時に、名前何だったっけと聞いたら、みんな、嘘でしょと驚いていました。本当に人の名前を覚える、覚え続けることが苦手で、A だけじゃなく、小、中、高校の一部、これまでの教師の名前はほとんど忘れています。あとは、すいません。この急展開を書き込むとなったら、さすがにまだ整理がつけられず、何を書き込んだらいいかわからなくなってきています。なので、整理する間の打足として、私が本格的に呪われていた時のエピソードの一つで、その期間に唯一本当に死にかけた話をします。最近何をやっても全て失敗に終わり、そんな自分がだんだんと嫌になってきた。俺は気晴らしに仕事の休みを利用してバイクでソロツーリングに行くことにした。目的地は設定せず、のんびり走ろう、そう考えて出発した。順調にバイクを走らせ、気がついたら日が暮れていた。すでに自分がどこにいるのかわからなかったが、今の俺に怖いものはないと思い、暗くなってきたにもかかわらず山の中に入っていった。俺はもともと飛ばす、攻めることはしない、のんびり走りたいライダーなので、それなりのスピードで走行していた。この日はよく晴れていたので、星がとても綺麗だった。誰も走ってないな。山の中だし、当たり前か。てか、ここどこだろう。そう考えながら走っていると、急激に霧に包まれ、周囲で見えるのは自分のバイクのライトのみ。うわ、危な。そう思いスピードを20キロまで落とした。霧が晴れないまま下り始めた。下り始めてすぐ、いきなり前方に女性が横向きに立っているのが見えた。霧のため、体感前方10メートルも見えていない状況のため、女性が突然見えたということは、すでに女性とはもう距離がない。しかもその女性、避けるどころか棒立ちのまま、顔をこちらに向けるだけだった。うつむいてて、
髪が顔にかかっていたので、はっきりと顔は見えなかったが、俺は一瞬で、避けるのは間に合わないと判断し、バイクを地面に倒してそのまま滑っていった。どうやらそこはちょうどカーブの地点で、滑っていって最終的にガードレールに横転し、バイクと俺は衝突して止まった。一瞬何が起きたのかわからず固まってた俺。次第に全身の痛みを徐々にじんわり感じ始める。この頃の俺は本当にバカで、ヘルメットをキャップのもの、顔は一切覆っていない。自転車に乗るとき子供が被るようなヘルメットを被ってバイクに乗っていた。そして転んで滑り出したところがちょうど砂利になっていて、俺はとっさの判断だったため顔から地面について滑っていった。はい、お察しの通り。俺の顔面の右側はズタズタになっており、血が大量に溢れていた。徐々に冷静に状況を把握した俺は、やってしまった。そう思った。女性の姿はどこにもない。とにかくバイクを起こさないと。そう思ったが、体が動かない。俺の右足の上にバイクが乗っかっており、右の靴も消えていた。さらに俺とバイクは共にガードレールの下に挟まっていた。くそ、挟まってる。そう思いもがいている中、ふと目線を下にやる。目に飛び込んできたのは、下が全く見えないほどの高い崖。落ちていたら確実に死んでたとゾッとした。上半身がほとんど投げ出されている状態だったので、バイクに足が挟まっていたのは不幸中の幸いだったのかもしれない。俺はなんとか腹筋フル活用で手をガードレールに伸ばし、なんとか掴むことができた。そこから残った左足で何度もバイクを蹴って、少しずつバイクの位置をずらして、右足が抜ける程度になったら、一気に上体を起こし、道へと戻ることができた。火事場のバカ力ってやつを身をもって体験した。そこから気合でバイクをガードレール下から引きずり出して、その場に座り込む。右顔面に加え、右肘、右腹、右腰、右くるぶしは、服が破れ、血まみれ。さらに後から気づいたが、右足の薬指と小指を骨折、右の靴行方不明、誰もいない山の中絶望した。バイクはフロントフォークは曲がり、エンジンも当然つかない。しばらく途方に暮れていた。山の事故の後は気合でバイクを押して下山し、レッカー誘導。レッカーにバイク預け、近くの寝カフェで朝まで待って新幹線で自宅に帰りました。自宅までボロボロで血だらけで片方の靴を紛失したままだったので、何回警察、救急車呼びましょうかと言われたことか。骨折は病院行かず我流で治しました。医療者失格ですね。今日の20時、ゆいから LINE が入りました。うちの母親が ID を教えたそうです。元気に大阪で暮らしているみたいでよかったです。私も早く結婚しないとな。めんどくさいな。書き忘れました。山で出現した女は村のあいつではないと思います。言うて私、村のあいつの顔わからないんですよね。でもなんとなく思い返せば雰囲気が違う気がします。あと、どこら辺かの書き込みで、村は解体されたのか、自然にそのまま返すのかというご質問がありましたが、それは私の回答書き込み通りわからないなのですが、あの森の中に祀られていたあれはそのままらしいです。当然そんなものをわざわざ移す理由もないし、仮に移すとして、その過程でまた新たな被害者を生んでしまいかねないので、村人たちの満場一致でそのままにしたそうです。そのままにすることで全ての人たちの記憶から消えていく、風化させるためでもあるということです。私も誰にも発見されず朽ちていくことを願っています。そしてわざわざスレを立てて拡散させるようなことをしたのはなぜか。冒頭でお話ししました通り、目的は日記という形で残すため、書き始めた時は
私は何らかの理由で記憶をなくしていってると思い込んでいた状況でした。特に拡散させようという意思はありません。ここに書くメリットは、何か有用な手段のヒントがもらえるかもしれないから、書くことで記録として残るから、悪いものでなく単純に村の思い出としての記憶をなくさずに残し続けられるから。デメリットの拡散については、ある程度時間が経過していて濃厚に関わった私でさえ今はもう何もないから、村に関わっていない皆さんに実害は及ばないのではと思ったので、すれ立てに至りました。ここまで長々と拙い文章でしたが、読んでいただきましてありがとうございました。おかげで私の目的を果たすことができました。右の後、カーブ手前右に咲く。それを越え、草木かき分け、広い空間。広いアスファルト道を見つけ、北の方角へ進む。赤茶色、錆びた消火栓の看板がある長いガードレールの終わりに入り口。再び草木を分け進む。直進していけばそこにある。道中目印は右側に古井戸。未だ地面に締め縄ある。皆さん、たくさんのご質問ありがとうございました。皆さんの謎を解きたい、知りたいという欲がはっきりと伝わってきました。でも、世の中には知らない方が幸せなこともあるんだよ。